バイカマドーハーデン。豊臣軍と正面切って戦う。使うのは愚の骨頂。乱を利用することが勝利の鍵でございます。まずは豊臣の先遣隊と戦う一騎衆を援護。一騎衆の敗走は戦の敗北と心得くださいませ。伊達家取り潰しは何としても避けるな。この戦必ず勝利に導いてご覧に入れます。で、色男が勝つってわけさ。豊臣の本体は木村様急須に動きましょう。その通り道に伏兵を配せ。開門。敵将撃ち抜いたぜ。葛西様と大崎様は要所の守備を。お二人のお力が必要なのでございます。分かった、任せておくがよい。激しくいくぜ。次は東西に戦線を伸ばしましょう。戦場を南北に分断するのです。大軍相手に戦線を伸ばすじゃと。影は固まって戦うのが定石ではないか。いえ、物量に勝る豊臣の基本戦法は包囲。固まれば囲まれて壊滅は必至でございます。こんな負け戦やってられっかよ。最下衆撤退だ、撤退。山の麓の砦と湖のほとりの砦、これらを得れば戦場は南北に分断されます。またもてしまうな。さすれば豊臣軍は東西に伸びた我らを北と南から包囲しようとするでしょう。北と南の連携は我らの線で立っている。ここに勝機があるのでございます。決まったな。敵将撃ち抜いたぜ。敵将撃ち抜いたぜ。葛西砦と大崎砦は落とされてはなりません。豊臣の連携を妨げる砦でございます。逆賊伊達を成敗しに来た。豊臣の物量の前に潔く屈するがいい。条件変更。やはり南北から包囲なさるご様子。しかも北は寄せ集めの大名が翻弄しやすいなら北と見ました。黒羽巻組、偽の情報を流してください。遠慮、木村軍壊滅の危機、至急救援されたし。立花様、負けるために九州からご遠征とはご愁傷様でございます。メガネ、その言葉飲み込むなよ。
橘は敵の殲滅に向かう。続け。なぜ北の奴らは勝手に動く。包囲していれば敵は何もできぬものを。伊達が戦場中央を抑えている。いえ、こちらの指示が届かぬ流れだ。仕方ないにゃん。あっしら忍びの出番ですね。北と南で連携されては困ります。忍びの方には消えていただかなくては。おちゃらけておるようで恐ろしき男よ。エモン、これにて北の一角は崩れました。敵の勢いも弱まることでございましょう。開門。水野、北との連携を取るのが先決だ。連携を阻んでいるのは浅井砦と大崎砦。よし、すぐに兵を派遣しよう。雪村、砦のダッシュを頼む。三成殿、お任せあれ。我が武勇、今こそ示す時。開門。義の同士雪村に負けてはおれぬな。私がもう一方の砦を落とそう。流れは変えさせぬ。開門。危ないよ。なぜ忍だ。どうよ。雪村様、やはり私は理解いたしかねます。闘志や魂を示して後に何が残るか、早くも両軍での重要性にお気づきとは。豊臣軍にも優秀な人材がいらっしゃる。行くぜ。こうなれば砦を守りきるまでよ。ご安心、政宗先生、次の策も当然ご用意してございます。最下級出番だ。小十郎、絶対に可愛い子ちゃん紹介しろよ。不襲だと。イルムナ、迎撃態勢を取れ。暴れていないね。熊姫さん、まだ暴れないでくださいね。大丈夫、獲物は逃げませんから。さて仕事だ。さて、熊姫を援護しますか。よっしゃ、待ちに待った進軍命令ね。開門。傾いてしまうな。両軍を守ることができました。葛西様、大崎様の守る砦は伊達の生命線。お二人は何としてもお守りくださいませ。決まったな。鬼しますの力、ここに見せる。激しくいくぜ。いつまで最下衆に好き勝手やらせている。俺が直々に倒してやる。開門。今は豊臣の総大将を狙う時、増援は捨ておくべきでございます。分かっておる。先軍、三成に突撃せい。ようやった小次郎。さて、大事なのはこの後じゃな。さすがは政宗様。ですがご安心、
この小十郎に策がございますよ。